心の法則で心を込めるといいよと、はい、いうことなんですけども、うん、心って抽象度がちょっと高いじゃないですか、はい、そうですね、でそれを心を込めるときにちょっともうちょっと具体的にやって、うん、ヒロさんの場合に何を、うん、どんなことをやるのか、うん、こういう時に心を込めるとか、うん、心を込める時にこういう言葉をうち心の中で発してるよとか、うん、なんかそういう一つこう、はい、キーワードというかもらえると、うんうん、やりやすいかなと思って、心の込め方が、ありがとう、なかなか心込められないんで、うん、どうやってきっかけ作ろうかなっていうか、どういうふうにやったらやりやすいかな、ですね、あのね、楽しくやってもらえばいいんですけど、僕がいつも意識してるのは、はい、恩返しって感じ、あ、別にいいこと、別に何ていうの、いいことやってんだけど、あのいいこと言ってるともったいない気がして、あのね、これはまたカモさんとちょっと考え方違うんですけど、あの僕もともとめっちゃ調子こきなんで、どこまででも鼻が伸びるんですよ。どん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 天狗になるんです。で、僕がやってる仕事というのは、言ってしまえばやっぱりあの皆さんの前に立ち、皆さんに勇気と希望となんかね、与えて、先生と呼ばれる仕事ですよね。で、例えばね、兵庫県の JC といって、あの青年会議所で講演した時とかは、もうなんか、ね、レッドカーペットみたいなとこから登場してきて、そうで、もううわーなってるね、もう何もしなくて もう座ろうとすると椅子が引かれて、歩いてる時でドアが開かれてみたいないう状態、ほいでも終わった後も懇親会会長先生こちらですのでつってタクシーで送られて、花道みたいなとこ通ってね、なんか高級クラブみたいなとこで、で貸し切りで、ほいでそこで懇親会で終わった後も花道通って、はいタクシーこちらですどうぞみたいな。で、僕がその時思ったのは、あ、俺このままだと多分勘違いすると思いました。自分まだまだそういう意味では講演家と、まだもうそれね、3、4年前の話なんで、講演家としてはまだまだ未熟なところもある、まだまだ技術が足りてないところもあるけど、こんな感じでいつもいつもキャー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 言われてると、多分俺は性格的に勘違いするなと思いました。でも僕がなぜそういう時にあまり勘違いをせずにいられるかというと、いつも恩返しだと思ってるからなんです。今日ここに立たせていただいてることも恩返し、誰かが教えてくれたから、これをカウンセリングとかコーチングとか教えてくれたり、僕に、相手に伝える技術を教えてくれたカモさんだったりとか、いろんな人のただの恩返しでしかないので、それで心を込めてやってる感じで、例えばお茶入れてあげるのでも、例えばコータちょっとお前、あの例えば一緒にラーメン食べに行って、例えばコータにあの何ちょっとお冷やついてあげる時も、心の中でちょっとだけ思うだけ、おいしく飲めますようにただするだけ、うん、喋ってる時も本当に心を込めて伝わりますように、元気になりますようにっていう呪いをかけてる感じです。みんな幸せになれって、うん、本当にそれをちょっと意識しながらやってる感じ、うん、みんなが幸せでいてくれたらいいな、なりましたおめでとうっていう感じで、もっと言うと、これ僕いつも最近ね、もう鉄板ネタで喋ってるんですけど、僕やカモさんが喋りながら何をやってるかっていうと、この目の前の人、例えば今僕アキちゃん見て喋ってるんだけど、アキちゃんの顔見てるだけじゃなくて、アキちゃんのね未来の姿も想像しながら喋ってるんですね。アキちゃんの未来がもう本当に笑顔で、例えばもうグーちゃんがもうめっちゃ活躍して笑顔で世界で活躍してる姿も妄想しながら喋ってるんです。うん、もう花さんがどんな笑顔で活躍してんだろう、どんな素晴らしい未来になるんだろうっていうことを想像しながら、心の中でニタニタしながら、ニヤニヤしながら、感動の涙流しながら喋ってるんです。で、そのエネルギーそのまま伝わる。これはある意味もう祈りにも似てるかもしれないし、それそのものが心を込めているってことなのかなと僕は思ってるので、何やるにしても心を込めて、なんかこうちょっとでも、どうせ水継ぐならこの人が美味しく飲んでくれたらいいなとか、どうせコーヒーそれで入れてあげるんだったら、例えばもうなんか稽古がめっちゃ美味しく飲んでくれたらいいなとか、ちょっと心乗せる感じですね。うん、恩返しだと思って心乗せる感じでやってます。そうするといろいろ変わるみたいですね。僕はそれを大事にしてます。声出してイメージを自分の中で、うん、妄想というか出して、そうそう、それをこう乗せていく。声に出さないことが多いから、声に出して心の声で心の声ですね、心の声でみたいな、そんな感じでやってる感じですね。それとなんかいろいろ変わっていくんですね、本当に。うん、すごいですね。あの先日もちょっとあの話それるんですけど、富良野に行った時に、富良野で僕ちょっと感動の出会いがあって、で何があったかっていうと、1年前にあの富良野にね、日本一のメロン農家さんっていう寺坂さんって方がいらっしゃって、でもう日本で日本一のメロンを作るわけですよ。結構有名な人で、インターネットでもそのメロンが買えて、本とかも出してる人で、で1年前に実はこの寺坂さんは事件があって、この寺坂さんがね、ウェブとかも使って、全国に美味しいメロンを届けてることに誰かが嫉妬したのか、ジェラシーですよね、除草剤をまいたんです、メロンに。
これヤフーのニュースとか新聞でもテレビのニュースでも取り上げられて、こういう寺坂さんという農家の方が3000万円以上の被害に遭ったと。そう、もう年間の利益が全部飛んでしまう。そう、要は北海道の農家さんなんで、夏のうちに売り上げを上げておかないと、もう冬はほとんど売り上げが作れないので、で夏に自分が我が子のように作ったそのメロンをほぼ全滅させられたわけですね。僕は後で知ったんだけど、メロンってすごく繊細な食べ物で、そう、まさにこのメロン1個作るために我が子を育てるかのように毎日様子を見ながら、もうすぐ収穫だって言って育てるらしいんですね。でもある日異変に気づいて、おかしいと、こんな状態になるわけがないと言って、警察と科学捜査研究所に入れたら、除草剤がまかれてますと言って、もうどんな手を施しても助からない。それは寺坂さん曰く、高校生まで育てた我が子が助けてやれずに病気で腕の中で死んでいくような思いだったって言って、うん、で3000万円以上の被害に遭ったんですね。でそれが去年の8月9月ぐらいだったと思うんですけど、僕フェイスブックにも載せたんですけど、その時僕実は1年前のその頃っていうのは会社のキャッシュフローがかなりちょっと危なくなってきて、で、未払いが起こったり、ちょっとね回収が遅れたりして、で大きな企業研修とかも一旦終わりになっちゃったりして、キャッシュフローがかなり悪くなって、生まれて初めて倒産っていう2文字が頭の中にちょっと浮かんだ時です。あれ、うちの会社やべえな、このまま行くとって、どうしたらいいかなって言って1年前だいぶ追い込まれてたんですね、お金的に。でやばいなっていう時に、たまたまヤフーのニュースでそれを見て、おいおい、こんなことあるのかよと思って、なんだその除草剤って言って、でそこにはもう寺坂さんの悲痛な叫びが載せられてたわけですよね。でも寺坂さんはもうね、会社を畳むことも考えたんだけど、僕の野菜をメロンを喜んでくれるみんなのためにもう一度だけ頑張ろうと思いますってそこに書かれてて、そうなんだって思いながら、なんかできることねえかなと思って、僕限界ギリギリまでお金ない時だったんですけど、寺坂さんに一本メールを打って、でメロンがね全滅ではなくちょっとだけ生き残ってたわけですよ。うん、全部巻かれたわけじゃないんで、ハウス1個分ぐらいは残ってたわけだけど、でそれもね、予約されてたんだけど、予約のキャンセルが相次いでたわけですよね。そんな除草剤巻かれてメロン食えるかっていう風評被害で、こっちは巻かれてるわけじゃないんだけど、でキャンセルが相次いで、これも困ってるっていうようなことも書かれてたので、寺坂さんにメールを打って、この生き残ったメロンのうちの特大のやつを1個10万円で売ってくださいって連絡して、向こうが嘘でしょって言って、いやいやいやっていいんですかって言われたんですけど、ぜひっつって、で僕そのメロンを10万円で買って、でこれどうしたかっていうと、うちの甥っ子がね、甥っ子と姪っ子が横浜に住んでるんです、姉の子供が。でこの子たちにぜひ食べてもらいたいなと思って、なぜかっていうと、うちの当時、去年はね、うちの甥っ子は高校受験だったんです。彼はその3年前に高校受験に、あ、ごめんなさい、大学受験だ、去年が大学受験だったね、高校3年生で。で彼は遡ること3年前に、要は、高校受験は1回失敗してるわけです。行きたい学校に行けなかった。で、去年はまさに、高校3年生として、今度こそは行きたい大学に行くんだって言って一生懸命頑張ってる時で、妹の姪っ子はまだ中学校に入ったばっかりで、ちょっといろいろ初めての中学校で人間関係もいろいろあってちょっと悩んでたわけですよね。ね、この子たちにこのメロンをぜひ食べてもらって、で、手紙をちょっと添えてですね、どういう経緯で作られた、どういう経緯で生き残ったメロンなのかってことを伝えたんです。で、人生っていうのは一生懸命生きてても時には傷つけられることがあると、打ちのめされることがあると、なんだけどそれでもなお一生懸命生きていたら、きっと誰かが見ていて、きっと応援してくれるんだと。人生っていうのは本当に生きる価値のある素晴らしいものなんだっていうことを、ぜひともこのメロンを通じて君たちに学んでほしいって言って送ったんです。で、甥っ子とめいっ子、優しい子なんで、もうね、涙流しながらそのメロン食べて、すごいね、だって1個10万円だから4分の1に切ったって1切れ2万5千円ですからね。どんなメロン、多分どんなクラブより高いよな、多分な、高いよな、うん、そんなメロンさすがに出ないよな、お前のメロンな、だよな、泣きながら食べてくれて、おいしいおいしいって言いながら、でまたね手紙をくれて、本当におじさんありがとうございましたって言って、
これからも人生辛いことがあるかもしれないけど、辛い時はこのメロンの味を思い出しますって言って、で実を言うとね、僕その10万円をどこで手に入れたかっていうと、これ実は僕のポケットマネーではなくて、あの人にもらったんです。話し方の学校名古屋校を僕は立ち上げを手伝いました。集客もバンバンしましたね。で体験講座もやって、どんどんクロージングして、僕セールスモンスターなんでバンバンクロージングして、で話し方の学校を立ち上げたんです。で彼は僕のキャッシュフローがだいぶ厳しくなってるってことも事情で知ってました。でまさにそこの池袋の、スパに2人で行った時に、風呂にヒロこれやるよ、封筒に入れて、はって何すかこれって言ったら、いやあの話し方の学校をね、地方で東京以外の地方とかで、立ち上げて一緒に立ち上げてくれた人にはお礼として渡してるんだって言って、うん、だからこれ、うちの会社の金じゃない、俺のポケットマネーだから、領収書とか請求書とか一切いらないから、あのこれそのまま取っといてって言われて、金1分ぐらい入ってるのかなって開けたら10万円入ってたわけですよ。マジでかこれと思って、当時の僕からするともうね、100万円以上、1000万円以上のもうね、喉から手が出るほど欲しいお金ですよね。うわ助かるっていうのが本当の本音です。なんだけど、その次に出てきた僕の感情が、これは使えないって思ったんですよ。いくらなんでもやっぱね、カモさんの思いだから、カモさんの応援の気持ちなんで、これはね僕の懐に入れるわけにはいかないと思って、本当は懐に入れるとめっちゃ楽になることも分かってたんだけど、すげえ喉から手が出るほど欲しいお金なんだけど使えねえよこれと思って、紙棚にずっと置いといたんですよ。うちの誰かいつか本当に困ってる人のために使えたらいいなと思って、2、3ヶ月置いといたんですけど、そんな折どんどんますますキャッシュフロー追い込まれて、さあいよいよやばいざっと時に寺坂さんのニュースに出会って、その神棚からそのお金使いました。鴨さんからの思いをそこに託して、で寺坂さんのメロンによって本当にうちの大切な甥っ子と姪っ子が生きる勇気を得てくれた。そこで大きな学びをしてくれたんですね。僕は 2,3 週間前にあの北海道出張で行った時に、フランドで初めて寺坂さんにお会いして、寺坂さんですかって、あそうですって言ったら、あの1年前にメロン10万円で買わせてもらった津田ですって言ったら、はぁって言って、あのやっぱ覚えやすいんやろね、あすぐフェイスブックでよく見てますって言って、奥さんもすぐ出てきて、そこでこういうね、本当に1個のメロン、鴨さんがくれたお金をまたそこに使わせてもらって、まさに恩返しですよね。使わせてもらって、まさに恩返し与えるという思いで、使わせてもらったらご縁がつながって、そこから僕の人生また大きく大きくこの1年で変わってきてるので、ちょっといやらしい話ですけど、でも本当に僕にとって今は10万円は全然払えるお金になりました。今の僕は1年前は本当に困ってた、でも1年間でこんなに変わるってことですよね。そうだから、お金って本当にエネルギーなんだなと思って、喜んで損するぐらいの気持ちで喜んでっつって使わせてもらうと、やっぱり戻ってくるんだなっていうことを本当に実感しているので、ぜひともそんな風にお金を使ってみてください。心を込めて。ありがとうございます。以上でした。ありがとうございました。拍手。芸能いいね。